皆さんこんにちは、佐藤ゆりやです。今日は質問にいただいた今のヘアスタイルを紹介していきたいと思います。少し前にバイオレットという美容院に行って、ちょっとカットとカラーとしてきました。気づいてくれた方はいたかわからないんですが、こうカットとかしてカラーも実は変わっています。なのでちょっとそれを紹介していきたいと思います。カットは結構私的にはすごく変わったんですけど、わかりますか？わかりますか？ちょっと前の動画だとこんな感じなんですけど、変わってるのわかるかな。実はですね、髪を長さは変えずに、後ろもこのパツッとした切りっぱなしは変えずに、後ろのレイヤーもほぼ入れずに、顔周りだけバランスを見て少し切ってもらいました。実は前髪がほらここぐらいに短くなっていて、それに合わせてちょっとこの顔周りのバランスを見てもらって切ってもらいました。で、なんか全体的にレイヤーを入れるのは嫌だっていう話をして、そう、ここのね顔周りを切っただけで最近すごい髪が巻きやすくなって、最近私こうペッターンとしてこういう髪型ばっかりだったんですけど、ちょっと動きが出るようになったので、そうそう、巻きやすくなりました。あとこうやって見ると結構わかるかも。カラーをねしたんですが、全体的な色も少しだけトーンアップしたのと、あとハイライトを久々に入れてみました。こうやって見ると結構わかるでしょ。髪色を全体的に、雰囲気としては髪色を上げたいんだけど、そんなにこうパッと明るい色にはあまりしたくなくて、ニュアンス的に明るくなった雰囲気にしたくて、最近髪型がこうペタッとした感じになってたので、ちょっとこう立体的に見えるようにしたいと伝えてハイライトを入れてもらいました。アップにした時のこの毛先もそうだし、こういう見える毛もこう立体的に見えたり、今みたいにこうやって光が当たると、ちょっと今ボサボサですけど、こうなんか動きがこう見えるというか、すごいこう綺麗に整えた髪も好きなんだけど、こうちょっとボサボサっとしてこうシーミストとかかけた時の感じもすごい好きなので、こう動きが出るようにハイライトを入れました。久々にハイライトとか入れたらね、なんかやっぱちょっとおしゃれな感じに見えて、すごく今この髪型気に入っています。で、ハイライトを入れる時の注意なんですけど、私も散々ね失敗してきたんです。ハイライト昔よく好きでやってたんですけど、まあ、やりたいヘアスタイルによって全然いい時はいいんだけど、私はハイライトしたいんですって、こういう感じでしたいんですって言うと、今まで大体美容師さんはハイライトこう分かるようなラインを入れたいんだねと思うと、大体結構皆さんブリーチをするんですね。ブリーチとカラー剤を混ぜたりしてるのかわからないんですけど、こうちょっとこう見た目はいい感じになっても、ブリーチでハイライトした後髪がすごいきしんで、あれこれ結局ブリーチしたのかなって聞くと、あ、ブリーチ入ってるよみたいなことが結構多かったんですね。で、私はもうなるべくブリーチ剤を使わずに、髪の毛はツヤが欲しいので、今回も、担当の穂高さんにお伝えするときに、ブリーチ剤は使わずハイライトを入れてほしいというように伝えました。そうすると、ブリーチ剤なしでハイライトしようって向こうもこう工夫してくれるので、痛みも、抑えながらハイライトを入れることができます。そうそう、ちょっとしたその一言言うだけで、まあ美容師さんはこう悪気があってブリーチ剤使うわけでなく、素敵なヘアスタイルにしたくてするだけなので、一言こう痛みが気になってる方とか、なんて言うんだろう、残り方もブリーチ使うと全然違うと思うので、気になる方はそういう感じで伝えてみてください。という感じで、今日はちょっとすごいカジュアルな格好で、私普段結構こういう格好も全然するんですが、トップスはこれはユニクロのカットソーに、もうクローズドしてしまったんですが、チェイミーのピアスに、これはランコムのジューシーシェイカーの151番の色味です。インスタグラムとかコメントにもこう髪型詳細くださいって言っていただけるんですが、こうね、なんて言うんだろう、こう真正面に向いてこう髪型をパシャッとしても伝わらない気がするんですね。私は正面のこの写真よりも、すごくちょっと恥ずかしいかもしれないけど、こう動かしてる私のヘアスタイルを美容師さんに見せた方がより近い感じの髪型になるんじゃないかなと
思ってます。なのでもしよかったら動画を、恥ずかしいけどごめんなさい、ほんとごめんね動画を見せてもらえればより近い髪型になるんじゃないかなと思うので、よかったらぜひ参考にしてみてください。バイバーイ。